皆さん、こんにちは。モンマミキです。今日は、パレードオールさんがちょっと関わってるイベントの件で、ですね、お話をしようかなと思います。東京チョコレートサロンというのが渋谷ヒカリエで9月16日と17日行われるんですけど、スタッフ君と行こうと思ったんで、ホームページで記載がないことは問い合わせをしてみたんですね。で、車椅子での入場は段差がないので問題がないっていうことと、障害者割引は適用していないっていうことで、同伴のヘルパーさん、プロのヘルパーさんの場合の入場料どうなりますかっていうことだったんですけど、プロのヘルパーさんに関してはチケット不要っていう回答がいただけました。すごい親切丁寧な回答がいただけて、チケット購入していこうかなって思いました。あとはもう一つ、夏の時期はアートアクアリウム美術館銀座というのがあって、パレドールさんの限定のチョコの販売とソフトクリームが食べれるんですけど、まあメインは美術館を見て、パレドールさんのチョコやソフトクリームっていう感じなんですけど、アートアクアリウムさんに関しては、障害者割引は適用なしの、で、ヘルパーさんのチケットも一般料金で必要っていうことで、あと車椅子での入場は可能っていうことでした。ただし、ベビーカーに関してはベビーカー置き場に置いて、お子さんは抱っこして入場っていう感じのようですね。まあ、イベント先でそれぞれ事情が異なるんで、いきなり現地に行ってトラブルにならないように、私は事前に調べる派なんですけど、今回のイベント会場の2つは大きな違いがあったんで、事前に教えていただいて本当に良かったなって思いました。やっぱり私はほらお手伝い特に必要ない人だけど、そんな人でも急にイベント会場行ったら「え、そうなの？」っていうことって結構あるんで、やっぱりわからないことは事前に聞いておくのって大事かなって思いました。まあそれはね、それ人それぞれ考え方が違うので強要するものではないんですけど、せっかく遊びに行くんだから、気持ちいい状態で楽しみたい人なんで、なんか楽しみにしてて、現地に着いて、もう対応最悪ってなって、イベントを楽しめなくなるのもったいないんで、私は事前に 調べる人です。そんなわけで、ちょっと、アートアクアリウムさんはちょっと保留状態で、東京チョコレートサロンを楽しみに している感じです。アートアクアリウムさんは期間が長いんで、まあ気が向いたら行こうかなって思ってます。はい。それでは、今回は何だろうな。パレドールさんが関わってるイベント会場のバリアフリー情報ですかね。
のお話をさせていただきました。はい、また次回お会いしましょう。失礼します。